石巻市立大谷小学校でコンサートを行ったのは、東京都在住の演出家、寺本立夫さんです。寺本さんは、中身が入った栄養ドリンクの瓶で音を奏でたり、楽器を使った鳥や赤ちゃんの鳴き真似を披露したりして、児童と音楽を楽しみました。音楽に興味が湧きました。面白かったし、すごいと思いました。音も大きかったし、低くなったり高くなったりして、なんかすごいなって思いました。寺本さんは東松島市で来月4日に上演される市民ミュージカルの演出を手掛けています。大谷地賞の関係者がそのミュージカルに出演する縁から今回のコンサートが実現したもので、児童たちは一緒に歌を歌うなどして音楽の楽しさに触れていました。